佐竹隆久は、日本の政治家、秋田県知事、自治体国際化協会副会長、元秋田市長、前全国市長会会長、佐竹北家の末裔で二十一代目にあたる、秋田県仙北郡角野立町出身、秋田県仙北郡角野立町に生まれる、1966年3月、地元の秋田県立角野立高等学校卒業、1971年3月、 東北大学工学部精密工学科卒業。1972年3月、秋田県庁に入庁し、県庁職員として勤務した。商工部門、地方行政部門を担当し、工業振興課長、地方課長、総務部次長を歴任した。1997年の秋田県知事選出馬のために県庁を退職後、12月に、 秋田県の地域経済研究会を設立した。2001年7月、秋田市長選挙に立候補、初当選した。2005年に再選。市長当選後、秋田県市長会会長、全国市長会副会長、全国市長会,会,長市長会財政委員長、政府税制調査会委員、全国市長会会長などを歴任する。2009年2月23日、市長の任期を、 約5ヶ月残して一審上の理由で辞職願いを提出し2月24日の市議会にて全会一致で承認され辞職した全国市長会会長職もこれに伴って失職となり当面は後継を置かずに副会長9名が職務を文章する形を取ったその後自民社民県連などの指示を得て秋田県知事選挙に出馬し民主県連などの指示を受けた 川口博士などを破り、初当選を果たした。2013年には2期目を目指して、出馬を表明し、3月21日の選挙告示日に、立候補手続きを行うも、対立候補が現れずに無投票での再選となった。2017年4月9日に投開票が行われた、知事選では、公明、社民、自民県連から指示を受け、無所属の前知事、 寺田助白、日本共産党公認の同党圏副委員長、山内梅良を破り参戦を決めた。佐竹北家は、清は源氏の名門佐竹氏の分家にあたり、江戸時代には秋田藩の角の盾の統治を行っており、明治時代には男爵に除せられた。実際には養子に次ぐ、養子である。高久は、外祖父である、第二十代当主、佐竹高二郎から家督を受け継ぎ、 第21代当主となった。なお、長男は死亡した。父方は、ワイナイ家の血筋。祖祖父は、ワイナイサダユキ。サタケヨ貞ゲ、いわ義隆、義書、相馬信種、ね、徳種、ね、長種小種マイナス樹種ダネ、ネゴロモリ義ネ、義タケヨシナ女子高久ヒサ2017年7月22日より、秋田県全域で大雨が降り、 午前中に一部地域で避難準備情報が出され、夕方には避難指示が出されていた。しかし、佐竹は22日から、宮城県大崎市に、友人らと仕様で一泊二日のゴルフ旅行に出かけた。週末のため、県外に行くことは、秘書家には伝えていなかった。午前10時半から午後4時までゴルフを楽しんだが、その間、携帯電話には、豪雨の被害を知らせる連絡が多数入っていた。 その後、会食と飲酒を行った。翌23日午前5時過ぎ、県庁幹部に午前11時から緊急の連絡会議を開くよう指示を出し、県庁に出発したが、通行止めによる渋滞に巻き込まれ欠席となった。県庁へ到着したのは午後1時ごろであった。県は当初、会議欠席の理由を出張とし、25日の会見ではゴルフには、 県職員 OB の友人と共に4人で行ったと話していた。しかし7月26日に緊急の記者会見を開き一緒にゴルフに行ったのは県部長2人と OB4 人の計7人であったことを明らかにし同行した県の産業労働部長と観光文化スポーツ部長をかばう気持ちがあったと述べた。辞任については態度を改めて仕事をし県政の進展で 今回のことを挽回したいと否定した。同じく7月26日に株式会社龍角さんは佐竹が出演している龍角さんの CM について民放各社に放映中止を要請し、27日朝には公式サイトから当該 CM の動画を削除した。同社は豪雨被害を受けた秋田県民の感情に配慮したと説明した CM の放映中止について 読売新聞の取材を受けた佐竹は陳謝の意を表明した。10月6日、佐竹が提案した、佐竹の給与3ヶ月分と冬のボーナスを不支給とする条例案が県議会で可決された。同行した部長2人も9月から2ヶ月間2割減給の懲戒処分を受けている。2019年7月10日の12時半過ぎ、第25回参議院議員通常選挙候補者の 選挙カーが県庁前道路に横付け演説を始めた。県庁の正面玄関前には佐竹や県幹部、一般職員が集まった。演説は昼休み時間を過ぎた13時10分まで続けられ、最後は職員と共に必勝コールを行った。これらの行動に対し指揮者から公務員の政治的中立性が疑われるとして批判の声が上がり、 インターネット上でも多くの批判が上がった。29日の会見で、佐竹は休み時間を超過したことは批判されるべきだが、公務員の政治活動は原則自由だと釈明した。ありがとうございます。